どうも、全力投資です。6月4日火曜日、本日も資産公開やっていきます。 で、本日の動画でも後半ですね、6月に入ってから配当金を順調にいただいていますので、6月に入ってから本日までにいただいた私の配当金についてお話をしていきます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで、まず本日も日本株の振り返りからやっていきますが、本日も日経平均は要請が立っているんですけれども、75日の移動平均線を上回れないで本日は引けていますので、やはり75日の移動平均線が上値のキャップになっているのかなといった感じです。 日経平均日中の値動きですが、6月4日は昨日よりも安いところから寄りついた後、前場の間は結構下値を探るような展開だったんですけれども、5場に関してはマイナス圏を縮めるような値動きになっていましたので、1日通してみればね、そこまで弱い値動きでもなかったのかなと思うんですけれども、この値動きの中でも本日は昨日よりもプラス圏に浮上することは一度もありませんでしたので、積極的な回も今は入ってきていないのかなと思います。 そんな結果、6月4日の日経平均昨日に比べて、マイナス0.22%値下がり幅で85円、終わり値で38,837円となっています。次にトピックスを見ていきますが、今日はトピックスが何とも言えない値動きだったかなと思います。6月4日日中の値動きですが、寄り付き直後は昨日よりもプラス圏に浮上するような時間もあったんですけれども、 最終的には本日日経平均よりも下げ幅を拡大して終了となっていますので本日はトピックス一時プラス圏からのマイナス転落ということで値動きとしてはちょっと雰囲気悪かったかなと思いますそんな結果6月4日のトピックス昨日に比べてマイナス0.38%値下がり幅で10.59ポイント終わり値で2787ポイントとなっています日本株に関しては材料難といったところもありますので買いも売りもちょっと今動きづらいのかなといった感じですね そんな一日が終わって私の資産状況どうなったかというと、楽天証券に保有している金融資産額、6月4日は昨日に比べてマイナス20万3305円となっていまして、証券口座内の資産合計額3918万1984円となっています。 ということで、本日私の楽天証券に保有している資産も結構値下がりをしたわけなんですけれども、日本株のポートフォリオに関してはマイナス0.5%といったところでしたので、持っている日本株は日経平均とかトピックスよりも値動きとしては若干弱かったのかなと思います。ということで、個別株の値動き目立ったところを見ていくんですけれども、今日は建設とか設備関連に関してはね、どれも揃って弱い値動きとなっています。ダイダンに関しては本日マイナス130円ということで結構値下がりしてますね。利格の売り物なんかも出てきているのかなと思います。 はい。で、人材関連なんですけれども、j a c が若干値下がりしていますが、アルトナに関してはプラス13円ですね。一方、ヒューマンホールディングスとかワールドホールディングスに関しても小幅な値動きとなっていますので、このあたりは方向感のない1日だったかと思います。 で、食品セクターに関しても値、ね、動きまちまちといったところですね。キリンホールディングスプラス14円で上昇していますが、日清リオはマイナス5円ですね。はい。で、小売ですけれども、ハードオフコーポレーションプラス30円ということで、本日はしっかりした値、ね、動きになっています。で、エレマテックとか東京レクトロンデバイスとか、このあたりのセクターに関しては本日比較的強い値、ね、動きだったかと思います。で、総合商社は除図ですね。本日はマイナス30円となっていまして、パッとしない値、ね、動きとなっています。 不動産セクターですが、ヒューリックプラス10.5円ということで、しっかりした値動きとなっていますが、ウィルがマイナス4円ですね。ヒューリックリート投資法人に関してもマイナス600円となっていますので、このあたりの不動産セクターに関しても値、ね、動きマチマチといった感じです。で、クリアマホールディングスがプラス7円ですね。で、昨日結構値下がりしていましたスターティアホールディングス、本日は値動きなしということで、今日はスターティアホールディングス踏ん張った一日だったかと思います。で、価格セクターに関しても本日は弱い値動きですね。三菱ケミカルだけが小幅上昇となっています。 で、次に J タワーですね。昨日は200円を超えるような値上がりになっていましたけれども、今日はマイナス15円ということで反落しています。あと、アルプス技研とかフォーカスシステムズとか、山田コンサルティンググループ、この辺りはしっかりした値動きですね。はい。で、イデミですけれども、マイナス25円ですね。原油価格難聴ということで、その辺りの動きを睨んで、本日はイデミも売られていたのかなと思います。あとは製造業に関しても、今日は結構値動きは分かったかなと思います。 値上がりしているところだと、日本製鉄ぐらいですかね。あと iPhone なんかも本日はプラス14円ということで、しっかり下の動きとなっています。で、コプロホールディングスプラス27円ですね。上値がなかなか重たいんですけれども、本日はしっかりと上昇しています。で、輸送用機器ですけれども、イスズ自動車、ヤマハ発動機、こちらは揃ってマイナスとなっています。今日は輸送用機器、どの銘柄も結構ね動き弱かったですね。はい、で、半導体関連も今日は軟調といったところです。 で、クレステックとかタカランカンパニー、ローランド、このあたりは本日しっかりした値動きですね。ローランド、ここ直近株価結構弱かったんですけれども、本日はプラス70円ということでしっかり上昇しています。で、バルカーに関してもプラス45円ですね。しっかり上昇してますね。で、商社関連の銘柄に関しては、さっき総日で見た通り結構値動き弱かったんですけれども、金松だけが大幅上昇ですね。なんですけれども、その他の銘柄に関しては結構値下がり率大きかったかなと思います。 で、今日の値、ね、動きの中で特徴的だったのが金融セクターですね。三菱 UFJ から NEC c ャピタルソリューションまで金融関連の銘柄に関しては全部値、ね、下がりとなっているんですけれども、前場に関してはね、金融関連の銘柄結構値、ね、動き良かったんですけれども、前引けから5番にかけてはね、一気に金融関連の銘柄売られてきましたので、明日以降メガバンクをはじめとした金融関連のセクターの銘柄は注意をしていきたいと思います。で、イオンモールがプラス10円となっていますが、統制がプラス92円ですね。 目立った材料もなかったかと思うんですけれども、本日は大幅上昇となっています。で、先行グループもプラス9円ですね。はい。で、情報通信セクターですが、スカパーと NTT がマイナスとなっていますが、KDDI ソフトバンク、こちらはプラスとなっています。で、昨日に引き続き電源開発が株価難聴ですね。はい。で、アイネットがプラス34円ということで、こちらも株価かなり堅調なんですけれども、シャープが境にデータセンターを新しく作るということで、データセンター周りの銘柄はね、やっぱり盛り上がってきているのかなと思います。 で、その次、クレオとヤマダホールディングス、プラスとなっていますが、モリトが本日マイナス7円ですね。モリトもなかなか株価が冴えない状況が続いてます。ということで、持ち株眺めてみましたけれども、今日は私の持ち株の中でも売られた銘柄結構多かったので、だいたい全体の6割から7割ぐらいの銘柄が本日は売られていたのかなと思うんですけれども、東証プライムの銘柄数でいうと、値上がり銘柄数、値下がり銘柄数、ほぼ拮抗といった状態でしたので、東証から比べればね、私の持ち株は値下がりしている銘柄多かったのかなと思います。 そんな結果、は楽天証券に保有している金融資産額、3918万1984円となっています。次に、楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが、6月4日終了時点で4322万534円となっています。総資産を見ればね、そこまで減っている感じはありませんので、しっかりと4300万円台キープしているんですけれども、なかなか上値の重たさが目立ちますので、引き続きじれったい値動きの日々が続いているといったところです。 なんですけれども、6月に関してはね、結構配当金も入ってきますので、配当金の入金なんかも含めて、資産額しっかりと増えていったら嬉しいなと思ってます。はい、ということで、本日はパッとしない一日だったんですけれども、冒頭にお話しした通り、本日も配当金をいただいていますので、ここからは6月に入ってからいただいた配当金についてお話をしていきます。配当金に関してはね、先日もいただいていたんですけれども、本日は6月3日4日にいただいた配当金まとめてお話をしていきます。 はい。ということで、6月にいただいた配当金、今現時点でこのような状況になっています。で、まずはじめに野村ホールディングスですね。こちらは500株保有していまして、1株当たり15円の配当金を払い出していますので、いただいた配当金の合計金額7500円ですね。そこから税金で1523円引かれていまして、受け取り金額でいうと5977円となっています。で、その上調理なんですけれども、こちらは保有株数で100株ですね。1株当たり60円の配当金となりますので、いただいた金額6000円となっています。 で、税金が1218円引かれていますので、受け取り金額で4782円ですね。調理から配当金をいただいたのは、本日が初めてだったかなと思います。で、その次、高配当株で人気のオリックスですけれども、こちらが55.8円配当金を払い出していまして、保有株数100株となっていますので、いただいた金額5580円となっています。で、税金が大体いい1100円といったところですので、受け取り金額で言うと4447円ですね。で、その次、日本特殊峠業ですけれども、こちら200株保有していまして、一株 あたり84円の配当金となっていますのでいただいた合計金額で言うと16,800円ですね配当金の金額かなり大きいんですけれどもそこから税金3412円を引かれていまして受け取り金額で13,388円ですねこのぐらいの金額になってくるとやっぱり税金結構大きいなって感じますねはいでその次井出光ですけれどもこちら保有株数が500株となっていまして1株当たり16円の配当金となりますのでいただいた配当金8000円となっています で、そこから税金で1600円ほど引かれまして、受け取り金額6375円ですね。いでみつに関してはね、直近で株式分割を実施しまして、1株を5株に分割したわけなんですけれども、その影響で今現在500株保有ということで、株数としてはね、今現在そこそこ保有しているような状況です。 で、その上、三菱ケミカル、こちらは200株を保有していまして、1株当たり16円の配当金、合計金額で3200円いただいています。で、税金が650円となっていまして、受け取り金額2550円となっています。ということで、6月に入ってからの2営業日で、配当金6社からいただいているわけなんですけれども、そんな結果、この2日間でいただいた配当金の合計金額、今現在47,080円となっています。 で、税金で9561円引かれていますので、受け取り金額で言うと37519円ですね。個人的にはね、なかなかいいペースで配当金を受け取りできているんじゃないかなと思うんですけれども、このペースが6月の末まで続くことになりますので、6月の配当金の受け取り金額はかなり期待していきたいと思ってます。ということで、先日5月にいただいた配当金の状況をお話ししまして、そこでだいたい6万円ぐらいの配当金をいただいていたんですけれども、5月6月の合計で言うと、今現在、だいたい11万円ぐらいの配当金をいただいていますので、 やっぱり現金を直接いただけるっていうのがね、後輩当株投資のいいところかなと思ってます。 ちなみに6月3日は貸子株金利もいただいたんですけれども、こちらもついでにお話をしておくと、5月の貸子株金利2798円、こちらを6月の3日に受け取っています。で、貸子株って結構バカにできないなぁと思うんですけれども、貸子株で2800円いただいていて、で、こちらに関しては年間算にすると、だいたい3万5千円ぐらいのペースで貸子株金利をいただけていますので、3万5千、配当り回り3.5%で銘柄を保有しようと思うと、だいたい100万円分ぐらい何かしらの銘柄を保有しないといけないわけなんですけれども、そう考えると、 株金利だけで年間だいたい100万円ぐらいの株価の銘柄を保有している状況と全く同じことになりますので、貸し株に関してはね、まだ使ってないよっていう方はぜひ活用いただければなと思ってます。 はい。ということで、本日は残念ながら、私の楽天証券の資産額、20万円ほど減ってしまっているわけなんですけれども、こんな感じで配当金もどんどん入ってきますので、月末に向けては、また買遊力がどんどんと増えていくかなと思いますので、そういった資金に関してはね、このチャンネル名の通り、全力で投資をしていきたいと思いますので、今月はいただいた配当金を投入する銘柄に関してもしっかりと探していきたいと思ってます。以上。